まず飛び出したのは予選5番手からスタートのビーティー、ポールポジションからスタートの竹石。予選25番手スタートのシュワンツは中段グループ。ストレートで伊藤が青木をかわして3位浮上。トップから3台、すでに序盤戦で RVF のワンツースリーが形成される。予選3番手スタートのスペンサーはスタート時エンジンがかからず大きくポジションダウン。その後方にはシュワンツがつける。激しい戦いが展開するトップグループ、 BT 竹石はラップタイムを14秒台に入れ3位以下を引き離しにかかる。世界で一番長いスプリントレースと言われるこの鈴鹿8台、トップ BT は普段のスプリントレースと同じような2分14秒台で周回。その後方2番手につける竹石は15秒台で前を行く BT を追うが、その差は徐々に開いていく。レーススタート早々の9周目、なんとシュワンツがイレギュラーのピットイン。メカニックにマシンの不調を訴える。マシンはタンクを外され修復が始められた。どうもエンジンの回転がおかしいらしい。チャンドラーもいつでも交代できるようにスタンバイの状態だ。結局キャブレターユニットを丸々交換してライダーはシュワンツのままピットアウト。しかしこの作業で7分もの時間を費やし大きく順位を落としてしまう。